南京貝塚は、宮城県石巻市にある、縄文時代早期晩期の貝塚である。南京貝塚研究史は古く、大正時代には、毛利総七郎、遠藤源七の調査が行われた。山内清による1929年頃の、縄文土器形式編年表には、第義十イコール堺一式、大ボラプレブ三イコール堺二式と記載され、 それぞれの地の縄文時代中期抜用、後期全容の標識となる土器形式として示された。なお、ここで言う、境は南京海塚のことである。しかし、1937年に完成した山内起用の縄文土器変年表には用いられず、陸前の後期変年はとだけ記された。戦後の1957年、伊藤信は宮城県市、 第一巻中の縄文土器形式変年で、後期は南京式、宝が峰式、今剛王式の3形式からなることが示された。同じく1957年には、里浜海塚の発掘調査成果に基づく、縄文後期変年、宮戸等変年が、後藤勝彦によって示された。山内清雄編集の1964年、日本原始美術一の後期変年は、 伊藤信夫の変年表をほぼ取り入れ、南京、宝が、峰、金剛寺とした。1965年には、林健作の縄文土器変年が示され、後期は、後藤勝彦の宮戸島変年をほぼ取り入れた形とした。南京海塚は1966から68年の5時に、渡って土取り、改伝工事に伴う事前調査が行われ、 発掘調査を担当した後藤勝彦がその調査成果をまとめている。自然遺物の調査は金子博正によって行われ、100種以上の動物依存体が検出され、縄文時代の制御研究にも大きな影響を与えた。また、南京海塚は骨格器研究でも著名であり、特に楠本正助1960によって腰切り頭盛り、 渡辺誠、1984? によって、南京語り頭森頭の形式分類が行われ、現在でも指標の一つとされている。ありがとうございます。